村上さん、お疲れ様でした。まあ、今日もリュウチさんの走りが。そうですね。どうですか。はい。ちょっとこちら。どっか広いところ行きましょうか。リュウチさんの冷静さと力強さとすごく出てたレースか。そうですね。まあ、タイミングよくというか。まあ、一瞬、ジャン前のところはどうするのかなと思ったんですけど、はい、そこから本当にいいスピードでなんとかついてきてよかったです、ね、もちろん一つ前のレースでこう脇本さんと広市さんと素晴らしいレースでこう勝ち上がってて気持ちも入った。そうですね、その準決勝でもそうですし、その他のレースでも、うん、まあ、近畿勢みんな頑張ってたんで、うん、まあ、なんとか自分も頑張ってます、うん。脇本さんであり、それこそまあ龍一さんもですけど、吉田さんとしてもすごくいい形で戦えてるかな。まあ、そうですね、まあ、僕はもうアップされたし、一生懸命走るわけです、うん。まあ、現時点でもまあ近畿で4人の勝ち上がりもあるので、はい、決勝も楽しみな。そうですね、まあ、しっかり力をして頑張りたいと思います、うん。やっぱりそのダービーというものがすごく思い入れのある大会なので、この、まあ、そうですね、まあ、本当に力を出して、はい、あまり足との5回目という部分に関しては意識は、まあ、まあ、いつも言ってますけど、うん、目の前の一戦一戦をしっかり頑張りたいと思います。あの大記録を達成されることをちょっと期待します、はい、まずは目の前の、はい、一戦を頑張りたいと思います。ありがとうございます、はい。